は誰かと思ったらあの時の夫婦じゃないか。その説はお世話になりました。あの後ウェイと二人でなんとかここまで逃げてきたんだ。おい、こっちにおいで。はい、何、子供？うわ、悪いんや、私の子供です。え、こんなに一度に言うんだろう。お、あの人は、あ、わかったぞ。お前らブルメッシャで作った夫婦だよね。お前ら、あなた早く逃げましょう。もう動けねえ。お前だけで逃げてくれ。ダメよ、そんなこと言っちゃ。私たちがギザマルク様の前で交わした約束を忘れたの？だけど今の俺に望めることはお前が生き延びてくれるってことだけだ。お前の中の子供を立派に育ててくれよ。あー、小ぼきか。わ、そりゃつれえわ。残ってちゃダメだ、リンドブルムへ逃げろ。でもこの人は黒魔導士にやられて動けないのよ。え、危ない。うわ、ふぅ、間一髪。兄ちゃん助かったぜ。アンガトよ、ウェイ、ガール、大丈夫か？なんとか命拾いしたぜ。ありがとうよ兄ちゃん。子供が生まれたら見に来てくれ。わかった、楽しみにしてるよ。俺覚えてるよお前らのこと。あ、懐かしいだお前ら。おい、そこの兄ちゃん、ウェイとガルだよなお前ら。やっぱりそうだ。ああ、誰かと思ったらあの時の夫婦じゃないか。その説はお世話になりました。なーに、気にすることないって。旦那も元気になったみたいだな。ああ、兄ちゃんのおかげだよ。あの後ウェイと二人でなんとかここまで逃げてきたんだ。他の仲間たちも何人かはリンドムールに来ています。そうか、大変だったんだな。フレアさん、よくぞご無事で。おお、おろしら無事だったか。ええ、なんとか生き延びて友好国であるリンドブルムにやってきました。しかしダンをはじめ多くの命が犠牲になりました。そうじゃったな。でも生きていれば希望もあります。我々は負けませんよ。ところでフレイさんはこれからどうなされるのですか？私はジダンたちと共にあのクジャという男を追うつもりじゃ。おろしらはどうするのじゃ。我々は体制を立て直して祖国ブルメシアの再建にあたります。ここで逃げてきた仲間をはじめ各地に散らばった仲間を集めるつもりです。そこでフレアさんにも力を貸していただきたかったのですが。そうじゃったか。私も目的を果たせば必ずブルメシアに戻るつもりじゃ。すまぬが、それまではお主らで頑張ってくれ。了解しました。我々の持てる力の全てを出し尽くします。フレアさんがいつ戻ってきてもいいように生き残った仲間たちと頑張りますよ。すまぬ、こんな時にフラットレー様がいてくれたら。あ、そうだ、見てほしいものがあるんだよ。そうね、約束だったし。ん？おい、こっちにおいで。はい、何、子供？悪いんや、私の子供です。え、こんなに一度に言うんだろう。こんなところで兄ちゃんに見せられるとは思わなかったよ。この人誰？この兄ちゃんはな、父ちゃんたちの命の恩人なんだ。ふーん、命の恩人って何？一番大切なお友達ってことよ。へえ、父ちゃんたちの大切な友達なんだ。かっこいい。そんな大げさなもんでもないけどさ、俺たちもいずれはブルメシアに戻るつもりさ。今各地に散った仲間たちを集めてブルメシアの再建を計画してるんです。ま、時間はかかると思うけど、この罪たちが大きくなる頃にはって思ってるんだ。ねえ、もういいの？あ、ごめんなさいね、あっちで遊んでらっしゃい。あの子たちが新しいブルメシアを狙って行ってくれれば、ブルメシアが再建したらまた来てくるよな。なんか橋の隅になんか一人はみ出てんだけど、ちゃんと消えなさい。あなた、はみ出さないでちゃんと消えなさい。もし困ったことがありましたら、私たちできることなら何でも。ああ、わからないのか。なんだ、ならいいや。では次の動画でお会いいたしましょう。お相手はルーダスでした。チャンネル登録、高評価待ってます。 Twitter や Instagram、 LINE ブログもやっていますので、そちらのフォローもよろしくお願いいたします。せーの、バーレ。